皆さん、こんにちは。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの第5回目の放送となります。前回までのあらすじとして、始まりの空島にある2つ目の祠をクリアしたところまでで終わっています。今回のあらすじは、3つ目の祠を目指して冒険する話です。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第5夜、開幕です。前回バッテリーゲットして、で2つ目の祠クリアして、なんかその説明、バッテリーの使い方の説明、こっちに行けばわかるって言ってたんだけど、どうすりゃいいんだ。とりあえず行ってみるか。それでは冒険に出かけましょう。あ、仲間割り起こしてるか。モンスター同士戦っていますね。これはチャンスかもしれません。気づいてないな。オッケー。あ、気づいた。あ、当たんね。倒した。そのエネルギーね。こっちで間違いないんだと思うんだけど、もう少し進んでいこうか。頑張りだけ。よし。あいつ危ないんじゃねえか。大丈夫？板を持っているね。戦いにくそうだ。あ、木材つけてんのか。あー、ちょっとめんどくさいなこれ。敵が3体もいるだと、これはきついかも。あ、炎だ。なんか使えそうな武器ないか。まあこれだな。風で飛ぶんだ、怖っ。ちょっとこっちの方がもっと怖いよ。あっち行ってくれた。よし。いつまで燃えてるやつ使うの。ナイス、これでラッシュできるね。ラッシュ使えた、よし。燃えたやつ危ないからそのままにしとこう。あれ？あ、ゾナウエネルギー、これだ。戦う。いった。ダメージ量が多いですね。戦うときは気をつけて。これは一体なんだ。板のうちは強かったな。この中はなんだ、何があるんだ。発見。あ、不思議な洞窟に入ったよ。隠された洞窟か。このゲーム、あちこちに洞窟とかありそう。一応取っとくか。久しぶりだね、キースの目玉。キースの歯。材料は取っとこう。ここは、なんだあのモンスターは。敵味方どっち。あ、敵っぽいな。なんだこれ。迷いの落とし物。迷いが落とした不思議な結晶って書いてるね。迷いって言うんだ。あれ、もう一個どこ行った。まあいいか。こっちは何がある。
明かり花の種。武器の性能が悪いから壊れやすいか。お、宝物。やった、ないよりマシだよ。ありがとう。じゃ早速装備させてもらうか。おお、よかった。リンク、一気にかっこよくなったな。装備を見つけれてよかった。来たぞゾナギア。はいはいはい。イカだね。いやー、装備ゲットできてよかった。で、どうしよう、これから。いかだを作れって書いてるね。それより、ここはどこだ？私は誰だ？カイ君、一体全体何を言っているのかい？こっち行きたいな。さあ、どうする？今、私いるのここか。いや、こう、お、こう、この島通ってこっちに行く道もあるのか。ちょっと待って待って。え、あ、違う違う。あ、違う。説明が下手で本当にすみません。斧がある。ラウル。うん。だね、イカダか。あ、そういうことね、わかった。岸辺に落ちてるのを拾ってください、使ってくださいって言われる。これか。じゃあ使わせてもらうか。なんだあれは。この大きな岩も動かせるのか、面白いな。こういう使い方もできるんだ。ちょっと待って。ちょっと危ないからいいや。戻っていかだを作ろう。いかだ作ろう。ブラックバスじゃん。ああ。昔アドワナ。太古の魚ね。時間があるときに料理にでも使おう。イカダ作りましょうか。使えるか。なんだこの突き方は。ダメだ。
れで一応いかだは制作できましたね。さあこの後が大事です。おーい、これからどうすればいいんだ。緑って書いてる。あーなるほど。あせっかくのイカダが。なるほど、叩けば扇風機が動くのか。なんてこった、くそ。あーまた一から作んなきゃ。カイ君のアンポンタン、まあいいや、作り直そう。でもって。これで。こうか。ちょっとずれたな。攻撃しに行くためにはまずこれを落とすと。間違えた。こうでいいの。よし行こう。進む進む、すごいです。いいね、やっと向こう岸へ行けそうだね。もう少しだ、もう少し。よし上陸したぞ。ここには何があるかな。この花は一体頑張りそうか。この人は一体何やってんだ。はい、お願いします。料理もお願いします。はいはいはい、キノコ、そして斧、火打ち石、あ、これだ、あったあった、これ欲しかった。これなんだ、この剣は。錆びた剣か、ないよりマシだな。これが火打ち石か。火を起こせるぞ。近くに焚き火もあるし休もうかな。火つけるか、火炎の実だな。もう夜になってしまいましたし、ゆっくり休みましょう。暇つぶしてもいいけど、ちょっと料理作りたいな。これで、ここでなんか作れないかな。適当だけど、うん、おーやったー。たくさん料理を作って回復する食べ物を量産していこうね。というわけで、今回はここまでだよ。カイさん、
ゾナウギアの使い方、理解できましたでしょうか？僕はまださっぱりわからないよ。カイ君は理解できたかい？いやー、自分はまだ完全に理解できてないな。でも、経験を積んでいければ、理解できていけそうかも。頼りない返事だけど、正直だね。今回は扇風機を動かすことで、先に進めました。でも今後は扇風機以外の道具も出てくると思いますし、その時その時で対応していくしかなさそうですね。だね。焦らず、ゾナウギアを覚えていこう。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また会いましょう。じゃあねー。